まあ、このプロジェクトは2年前からそのロボットで演劇をさせるというプロジェクトをあの、始めたんですが、で、今年になってあの平田オリザ先生という、まあ、有名な、まあ、シナリオライターでもありますし演出家でもある、まあ、先生に協力をいただいて、でこの、今回のそのなんかドラマが完成したということなんです。タバスコをお持ちしました。すいません、気がつかなくて。ユージに言われたの？はい。ありがとう。あれ、行くよ。今、外に。あ、そう。はい。どうして？なんだか夕焼けが綺麗だからって。あ、まあ、大阪大学に来て、まあ、大阪大学はロボットの最先端、まあ、世界最先端の研究をしてますので、まあ、その。私はアーティストですから世界で初めてのことがやりたいわけですね。いつもそう思っているので、そのロボットを使った演劇をやろうと、まあもう普通に思いました。私の目的はこういう演劇を通してロボットに足りないものは何かと、次のもっと人間らしいロボットを作るためには何が必要かを見つけることが目的なんです。難しかったのは、一回その僕がこう指示を出すと、それにロボットが応えるのにものすごく時間がかかるんです、プログラムのためにですね。それが普段の練習と違って、普段だったら僕が何か言えば肺はすぐに変わるわけですけど、その待つ時間が大変でした。本当です。いいよそんな。ロボットは嘘はつけませんから。ああ。はい。まあちょっと台所を見ると息が詰まってしまって、情は湧いてきますね。最初はパッと見た感じすごい可愛いっていうのは、特に女の子とか可愛いとか言ったりするんですけど、うわそうかなと思ってたんですけど、なんとなく見てるとこう自分がニコって笑ってたりとかするようにはなりましたね。優しいですか。そうだね、相当とか言うもんね。はい、じゃあそっと放っておきます。みんなロボットだっていうとSF のスーパーなロボットを思い浮かべて、普通に人間と同じように喋れるよと思うと、ね、そうじゃないと、ね、今のロボットはこれぐらいのことしかできないから、こういうふうに喋りましょうと、こういうふうに関わりましょうっていうのを見せるっていうのが一番大事だから、この劇をやってるわけですよね。間違ったイメージをこう修正するためですよね。